どうもお疲れ歴史、歴史くんでございます。今日も地獄でございます。難しいのヘルヘイム3層でございます。このステージも特殊ですね。死神がいるんですよね。でメンバーはこんな感じです。エリュー改築済みです。でそのエリューにウィンザー城の計略をかけたり、白鳳城の計略をかけたり、でさらには福岡城をちょっと入れてみました。まあ、最後のね死神対策で東北軍が役立つんですよね。さあやっていきましょう。ヘルヘイムね、あのカウントダウンみたいなのになるのね。最後のボスが攻撃受けた人が3、2、1ってやられたりっていうので、で他の死神は結構強力なんだよな、攻撃がな。さあ行きましょう。基本的に配置は後半まで変わりません。まあ、平安京はこれ祈祷君要員ですね。で白帝は最後ね、これこのステージ気をつけなきゃいけないのが相撲が結構くせ者なんですよね。なので相撲を少しバックさせる意味合いも込めてですね。はい、でウィンザー城の計略を使いつつ削っていきます。で前回のヘルヘイムとは違ってですね、ここの骸骨めっちゃ倒しちゃいます。キタメ要員にします。最後の死神は敵を倒したらスピードがアップするだけなので盾を使えばあんまり怖くないですね。なので気をためまくります。でモンさんを、最近地獄だとなんかねモンさん封じみたいなステージもありますんで活躍できなかったんですが、ここは大いに活躍してもらいます。でガルも置いたらエリも強化されますんで、でウィンザー城はですね、あの足止めの武器を持たせてます。でモンさんの回復が届くんでこれで受けきれますね。でこの福岡城の再配置とか回復がね早くなるのは非常に役立ちますね。ここはね最後もう攻撃を受けては返受けては返っていうのをウィンザー城とマルボルクでやりますんで、今あの一両具足一人だけ竜巻で送らせましたけども、これを後に相撲取りでもやります。で白鳳にもサポートしてもらって、災害化していきましょう。はい、攻撃速度もアップ。でウィンザー城がね、あの1人ずらすとギリギリ受けられるんで、あんまり巨大化したくないんですよね。巨大化するとあの再配置当然気がかかりますんで、え福岡城が淡々と向こうの骸骨を倒してもらいます。でこれは味方バフということで L 強化ですね。はい、で相撲取り来ましたね。ドスコイ来ましたんで、ドスコイがねあのこのワープしちゃうんですぐね殿の前に来るのが非常に厄介で苦戦したんですけども、最初はあの白帝じゃなくて砲術をそこに置いたりしたんですが、竜巻が一番あのやりやすかったですね。でここで福岡城のトークンを置きます。そうすると攻撃速度が落ちるのでいろいろ受け切れますね。であとはここ白鳳のね計略がまたドスコインに刺さるんですよね。そうするとエリュが攻撃受けなくて済むんで、これはいいですね。白帝と白鳳が非常に相性がいい。強いんだよなドスコイが。危ない危ない危ない。で気は十分溜まってますんで、あとはラスボスが来てうつせみをいかに綺麗にやるかですね。あ来ました、嫌い動いた動いた、早っ、怖っ。でこれと同時にドスコイがねきついのよね。どっちのドスコイもきついんですよ。はい、止めつつですね。でカウントダウン3、2、1でやられてしまう。で来ますね、
来ますよ。左側から出てきてすぐ攻撃するんでウィンザー城を撤退させなきゃいけないんですけど、でそれとともにドスコイ2匹をケア、はい撤退で、マルボルクをすぐ置きます。団長の敵は全て排除します。で攻撃モーションに入ったら、はい撤退で、ウィンザー城で、ドスコイ、ドスコイ気をつけて、はいドスコイを気をつけて、で右側のドスコイも気をつけます。ここ忙しい、とっても忙しい、はい撤退で、マルボルク、はいで真ん中のドスコイはいけるか、処理できるか、いけるかな。でガルムでエリを強化、はいマルボルク撤退、はい真ん中のドスコイ倒した。でウィンザー城、はいあともうこれ繰り返しです。はい、でドスコイにちょっと気をつけなきゃいけない。ドスコイ一緒に来るとその足止めのマルボルクとウィンザーが受けきれない、受けきれないので、はいはいはい、はい、もう一回竜巻、はい、お前を死なせはしない、はい、団長の敵は全て排除します。隠密、白鵬の計略、容赦しませんからね、はいで撤退、白敵、はいで竜巻、分かっているさ、強いな、回復がすごいな、死神、お前を死なせはしない、おい、はい撤退、団長の敵、はい、はい、で竜巻、西軍、はいモンさん計略、ドスコイもあとちょっとですね、ここから先は容赦しません、いやー、勝てばいい、はいオッケー、分かっているさ、落とせそう、いけるか、お前を死なせはしない、はい撤退、はい両者ともにあと少し、ドスコイ先か、よしドスコイ落とした。さあ最後ラスボス死神、巨大死神、あと少し、あとちょっと頑張れ頑張れ、マルボルク、あこれマルボルク以外でもいいんですけど、マルボルク計略がないんで、あの配置機が軽いんですよね。あとちょっと、さきさ、ええー、おめでとうやりました。はい十二神達成です。まあご覧の通りエリオエースに白鵬の計略、ウィンザーの計略かけて、でマルボルク入れて2体で足止めしつつ、で相撲をケアしつつという感じですね。であとは福岡城のトークンが非常に助かったという感じでしょうかね。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。おつか歴史でした。